はい、皆さんおはこんにちは、はラニです。ということで今回もファイナルファンタジー7実況プレイ星に響くのネットパート35をやっていきたいと思います。前回は無事にコレルプリズンを脱出して、ディオ園長にバギーという乗り物をもらったとこなんですけど、パーティー編成をしておきました。マテリアも一応付け替えておいたのでこれで大丈夫だと思います。で、報告しなきゃいけないことがあって、一つ敵の技が増えました。このどれだっけ、違う、今流れてくるんですけど、マイティーガードっていうやつです。このエリアに出てくる敵、お見せしようかな。が、そのマイティーガードというのを使えるので、ケットシーの操るのマテリアを使って、わざとこちらに、その技をね、出させるということをやっております。はい、やってます。これじゃないから、これはとりあえず逃げたいと思います。いや、もういい、わかった。なんかすごい、ちょっとビーっていう変な音入っちゃったかもしれないんですけど、ちょっと気にしないでください。はい、じゃあ、ちょっともう一回探してみますね。じゃあ、出てくるところまでカットしようかな。はい、カット。はい、出てきました。このなんか、うにょうにょしてるやつが、このさっきのね、マイティーガードという技を使ってくれるので、まあ、とりあえず戦うで、やっちゃっていいかな。じゃあ、操ってみたいと思います。今、攻撃強かったんじゃない？あ、操れなかったか。じゃあまず攻撃して、操る。あ、死んじゃった。死んじゃった。はい、もう、ダメだな。ちょっとここで時間取られたくないから本当に申し訳ないんですけど、また出てきたらなんか操るとかでなんか別の敵を操ってみようかなと思います。まあとりあえずさっきのうにょうにした敵からそのマイティーガードという敵の技を覚えたので、今度使ってみたいと思います。マイティーガード、マイティーガードは、まあ、その時に説明したいと思います、効果をね。はい、じゃあここのお家に入ってみましょう。誰もいないようだ。後でまた来てみよう。あ、誰もいないんだ。そっかそっか。じゃあここは意味がなかったんだね。ということで、じゃあバギーに乗って、そのセフィロスが向かったというゴンガガエリア。ここゴンガガエリアですよね、確か。はい、向かっていきたいと思います。よし。次の目的地は多分ここなんですよね。このまま入れるのかな？あ、入れないので、よし、降りて入ります。うん、このゴンガガもね、ちょっと、まあ、過去関わってくるのかな？うん。はい、誰かいる。なあ、ルード、あんた誰がいいんだ？何赤くなってるのかなと。ん？誰がいいのかな？ティファ。ティファ。なるほどと。辛いところだな、あんたも。しかし、リーナもかわいそうにな、あいつあんたのこと。ということは、誰が誰を好きとかいう、そういう話？中学生とか、高校生とかよくする感じの会話ですよね。まあでも、いくつになってもするか、するよね。いや、あいつはトンさんだ。そりゃ初耳だなと。だって、ソンさんはあの古代種。エアリスのことですね。あいつら何の話してるんだ。あ、イリーナちゃんが。ほんとくだらない。先輩たち、いつでも誰が好きとか嫌いとか、そんな話ばっかりなんですよ。ソンさんは別ですけど。あ、いけない。あ、これもしかして戦闘かもしれない。先輩たち来ました。あの人たち本当に来ましたよ。そうか、出番だなと。ルード、あの子がいても手を抜くなよと。あ、残念ながら、ティファちゃんは今いません。まあ、よかったのかな。仕事はちゃんとやるさ。じゃあ先輩たち、あとはよろしくお願いします。私はトンさんに報告に行きます。久しぶりだなと。やっぱ戦闘かな、やっぱり。7番街の借りを返すぞと。7番街。7番街のことね、私忘れてないからね。
もうちょっと怒ってるからね。邪魔だ、どこか行け。舐められるのは嫌いだなと。これ以上先には進ませない。はい、やっぱ戦闘だったね。でもボス戦の BGM じゃないということは、あー、しかもあれだな。ちょっと召喚使っちゃおうかな。ラム使ってないよね。前回手に入れたばかりなので。よー、強い。じゃあ、マイティガード使ってみたいと思います。リミットが溜まったので使っちゃおうかな。ダイス。ラム初登場ですよね。確か。あー、すごいヒゲ。そこ注目って感じなんですけどね。なんか、仙人っぽい、仙人っていうイメージはなんか私の中では結構白ひげ、すごい長い白ひげっていうイメージはあります。あります。なんかぴったりな感じがする。あ、1200!すごいんじゃない今の。じゃあ召喚で、シバ使ったことあったっけ？メカ使ってみよう。マイティガードは、なんか、味方全体に、リフレクじゃなくて、あ、そうそう、リフレク、いや、喋れない。とか、あと、じゃあ、エフリート使っちゃおう。バリアをかけて、効果を半減させるんですけど、今、ちょっと、ケアルの、なんだろう、ケアルかけるタイミング誤ったね。リフレクかかっちゃった、リフレクじゃない、マバリアかかっちゃったので、ちょっと効果が半減されちゃったかな。お、逃げるが勝ちだぞ、ということで。レノは倒しましたね、とりあえず。あれ？まあ、さすが召喚獣。召喚獣使ったら強いね、これね。はい、難なくクリアしました。よし。お、フェアリーテール。フェアリーテール。漫画とかあるよね、漫画。見てる。見てるってか好きなんですよね。あと、英語で、おとぎ話という意味らしいです、フェアリーテール。どうして分かったのかな？私たちここに来ること。尾行されたか？いや、そんな気配はなかったということは。まさかクラウドさん、スパイでもおると思ってますんか？たまらんな、そんな新入りの僕が疑われるに決まってますやん。スパイがいるなんて考えたくもない。私もクラウドの考えに同感ですね。俺はみんなを信じるよ。はい、これで、奥に進んでいくんですけど、ちょっとね、あるイベントのために、ちょっともう一回パーティーを変えたいと思います。TTS で、エアリスはそのままで、ティファをメンバーに加えていきたいと思います。ティファは確かマテリアはそのまま、はい、あ、ちょっと足りないけど。じゃあ、イカズチつけとこうかな。はい。じゃあ、この状態で、奥に進んでいきたいと思います。どっちだっけ？こっちかな？ああもう、戦闘はいいです。あ、操る使えないのか、そうなると。あ、なんかでかいの出てきた。魔法、なんか虫とかって炎を効きそうですよね。ゴリ押しで行こう、戦うで。大丈夫でしょう。バタフライアタック、そんなに強くないし、ラーニングもできない。よし、1体だけなら別に目じゃないですね。よし、クラウドのレベルがちょっと上がって来てますね。なんかみんなと離れてる。まあ、しょうがないですね。クラウドだけはパーティー編成できないので。これで、どっちだったっけ？おーい！おい！おいおいおい！これは確か、タッチミー。そう、なんか触れられると、そう、カエルになっちゃうんですよね。めんどくさい。目で早く倒したい。オッケー！そういえば、前、どの動画だったかちょっと忘れちゃったんですけど、ゲーム？そう、実況ゲームの、リクエストをいただいたんですけど、ポケモンの、改造ポケモンのね、やってみてはいかがですか？と
というのをリクエストいただいたんですけど、ちょっとね実は試してみたんですよ。なんですけどちょっとね機械音痴なのでちょっとわからなかったので、もうちょっと調べてからやりたいと思います。今はナイトナイトの実況もやってるし、まあでもナイトナイトがあとどれくらいストーリーがあるのかわからないんですけど、まあまたもしリクエストがあればこのゲームやってくださいとか、できれば、フリーゲームが嬉しいんですけど、今ソフトがね、この FF7 しかないので、で、この、今ね、海外にいるということなので、海外で手に入れるのも少しね、難しいので、できればフリーゲームなどが嬉しいです。単発実況でもいいので、このゲームやってくださいとか、もしあればね、はい、やってくださると嬉しいです。まあ、ナイトナイトはわかんないんですけど、ファイナルファンタジー7はもっとストーリー長いので、まだまだ続くので、まあ、実況動画がストップしちゃうということはないので、まあご安心ください。はい。これからもよろしくお願いしますね。はい、リクエストどんどん募集しております。はい。3年前のマコーロ爆発事故で夫は、ということで、ここには昔、3年前ですね、マコーロがあったんです。はい、奥に見える廃墟となっているところですね。壊れたマコーロ。どこのお家だったかな。まあ、いいか、とりあえず武器とか何かあれば調達したいと思います。ここは何だったかな。あ、武器ですね。特には、ブーメランか。じゃあ、買っとこうかな。はい。よし。あ、待って。持ってなかった、今。ま、いっか。ま、いっか。話を聞きたい。ある日、マコーロが大爆発を起こした。その事故に巻き込まれた多くの村人が死んでしまった。死んでしまった。くっそー。噛んだな。思いっきり噛んだ。はい、ということで、すごい悲しい事故が起こってしまったわけなんです。今の原発事故と似てますよね、マコーロ。アクセサリーか、ここは。それじゃあ、何かあるかなぁ。あ、カエル、ミニマム、装備してるし、バーサク状態1個買っとこうかなぁ。窓ガスはコンフィーで、時間ストップとかか。買っておこう。よし。あとは、特にいいかな。どうしよう。ちょっと、お金がないお金が何もなかった。今ちょっと見たら。やばいな。ちょっと、売らないと。まあ、いっか。そろそろね、レベルアップ。上げとかで、戦闘でね、お金稼いでおきたいと思います。はい、じゃあいろんなところを探索していきましょう。多分この家でイベントが、はい、起きましたね。旅の人かい？むや、あんたのその目の輝きをソルジャーさんだね。あらあら、ほんとだよ。あんたうちの息子を知らないかい？ザックスっちゅう名前なんだが。こんな田舎じゃ暮らせないとか言い残して都会へ行ったまま、もうかれこれ10年近く。ソルジャーになるっちゅうて村を飛び出したんだ。あんた知らないかい？ソルジャーのザックス。さあ知らないな。ザックス。娘さん知ってるのかい？そういえば6、7年前に手紙が来てガールフレンドができましたって書いてあったけど、あんたかい？そんな。エアリスには心当たりがあるようですね。ソルジャーのザックス。ティファも意味深な言葉を残してきましたが、二人ともどうしたんだ？はい、じゃあちょっともうちょっと話を聞いていきましょう。なあ、あんたザックスっちゅうソルジャーに会ったことはないかね？10年も連絡やおかさんとは何ちゅう息子じゃ。ソルジャーのザックス。はい、この前ってか結構前のパートでポロッと言っちゃったかもしれないんですけど、
はい、この、ま、物語で重要な人物となってきますね。ティファがいます。ザックス、知ってるのか？いいえ、知らないわ。いかにも知ってるって顔を敷いてるぞ。知らないんだってば。わかったよ。でもさ、ソルジャーになるなんて言い残して村を出たなんて、まるでクラウドみたいね。あー、ちょっと今日は口がゆるゆる。ゆるゆる。あの頃はそういうやつがたくさんいたんだろうな。そんなたくさんの中からソルジャーになるなんて、クラウド偉い偉い。尊敬しちゃうな。運が良かっただけさ。謙遜しちゃって。クラウド心配してくれてありがとう。はい、やはり、ティファニーもザックスという聞き覚えのある名前だったんですね。ここはなんだっけ？アイテムか。話を聞いていこう。ある日マコーラが大爆発を起こした。その事故に巻き込まれて多くの村人が死んでしまった。はい、やはり皆さん心に深い傷を抱えて、おられるようで。あ、じゃあ、エアリスも聞いておきましょう。エアリス。この村にザックスの家があるなんて知らなかったからびっくりしちゃった。知ってるやつか？いつか話さなかった？私初めて好きになった人。はい、6番街？ん？ 7 番街とかの行く途中の公園で話をしましたね。覚えていますか皆さん。ザックス、ソルジャー、クラスファースト、クラウドと同じ。クラスファーストなんて何人もいないはずだ。でも俺は知らないな。別に構わないの。昔のことだしね。ただ行方不明だから心配なだけ。行方不明？5年前かな。仕事で出かけてそれっきり。女の子が大好きなやつだったからね。どこかで知り合ったこと仲良くなっちゃったのよ、きっと。あれ、どうしたの？それは心配だな。やきもち嫉妬。それは心配だなにしてこう。いいんだけど、別に。でもご両親にくらい連絡すればいいのにね。行きましょう、クラウド。はい、ということで、行方不明のザックス。このね、過去の物語を知ってるのでちょっと切ないんですが、ここはゴンガガ村。マコーロの爆発事故のために多くの人々を失った村じゃ。じゃあ宝箱。ホワイトメガホンを手に入れたということで、これは多分、ケットCですね。あともう一つ、お家があるので、あ、ここは確か宿屋だった気がする。よし。休んで行きましょう。その前に話を聞いて、シンラの奴らは村の安全など考えずにマコールを建設した。その結果がこれさ。はい、じゃあ宿泊していきたいと思います。マコーロって本当にいろんなとこにあるんですね。ミッドカルはもちろん、リブルヘイム、このゴンガガエリア。エクスポーション。まあ、それだけ重要なのかな。生活には欠かせないものなんでしょうね。電力的な。で、こっちの世界でいう電力みたいなもんでしょうね、きっと。じゃあ、時間も、いい頃なので、一旦ここで区切りたいと思います。ファイナルファンタジー7実況プレイ星に響くのネットパート35。実況者はラニでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。次回も見てくださると嬉しいです。それでは失礼します。リクエストもどんどん募集中です。お願いします。急ぎ足を遮る信号についた目息ばかりがこぼれる。望むようになれない歯がゆさに言い訳ばかりを探して